ひさおじゅキャラ子さん。雪の山小屋。一。雲一つない、紺碧の空。波のようにゆるく起伏する大雪原を縁取りした明るい白川のソリンや、青黒い針葉樹の列が銀色の雪の上にくっきりと小紫の影を落とし、竹かばの枝に、 氷節が絡みついて、クリスマスの唐菓子のように、もっさりと盛り上がり、波浪に包まれて、キラキラと五歳にきらめきわたっている。やっほーやっほー,ほー滋賀高原の浅木山のスロープの裾で、花束を振りまえたような美しい四五人のお嬢さんが、滑ったり転んだり、キャッキャと高笑いしたりしながら、 思い出したように声を合わせて山の中腹へ呼びかける。早くー来いよ朝日山の北側のスロープの中腹に赤レンガのチムニーを持った石づくりのシャレたヒュッテが立っている。窓の開け方や投げしの壁に日時計をつけたところなどを見ると南スイスのモンフォールのキャバーヌを真似て作ったものだということがわかる。 日本新宅の森川氏が娘やその友達のために建てたもので、毎年1月の初め頃になると一行が料理番のバーやと女中を一人連れてやってくる。日本女学園のやんちゃな連中で、このスロープを自分たちだけで独占して、朝から夕方まで大変な騒ぎをやらかす。ヒュッテの入り口から、 アストロカンクロスのカーディガンに派手なマフラーを巻きつけた森川氏の末娘のあずささんがひょっこりと出てくる。続いて黒いウールンのスキー服を着たキャラ子さんがスキーを担いで現れてくる。あずささんはピンドングを締め終わるとふもとの方へ片手を上げて叫ぶ。はーい、直角だぞー。ふもとにいる連中が どなったり拍手したりする。やれいやっつけろーいあずささんは体をかがめると銀色に光るスロープに鮮やかなシュプールを引きながら一段の雪煙になって弾丸のように格好していった。キャラ子さんはちょっと心配そうな顔つきで眺めていたが、あずささんが見事なフォームで静止したのを見届けるとスラロームを描きながら ゆっくりと降りていった。毎年の例では、大姉様の明美さんか森川夫人が、おてんばさんたちの世話焼きと監督にやってくるのだが、今年は長兄と次恵が二人ながら戦地へ行っているのと、明美さんのお嫁入りが近づいたのとで、とてもこんなところへ来ていられない。こういう場合には、いつもキャラ子さんに白羽の矢が立つ。 森川氏も森川夫人も二人ながら熱心な長六閣下の経営者だが、それと同時に沈着で聡明な長六閣下の末娘にも絶対の信頼を置いている。キャラ子さんにさえ任せておけばどんな心配もいらないのである。手に負えないあずささんたちの組も、この小さな先輩を心からすいて、常識さん、 コンモンさんの言うことなら何でも聞く。河原の国際観光ホテルであんな思いがけないことがあった翌々日、東京の森川夫人から電話がかかってきた。でも、父はどう言うでしょうかしら。ええー、それはもうちゃんとお願い済みなの。新聞記者が詰めかけてきて大変だから、東京へ帰らずにまっすぐそちらにいらっしゃいって。ね。 つよこさん、お願いしてよ。あの人たち、とてもあたしの手に負えませんの。でも、そんなにおっしゃるんでしたら、お引き受けしてよ。あまり物事に動じないキャラ子さんが手に負えないというくらいだから、その連中のやんちゃぶりは大抵察知られる。しかし、キャラ子さんは、あずささんたちの組が大好きだ。少し贅沢にならされているようなところもあるが、 どの子も大まかで物事にこだわらず自分のしたいと思う通りを精一杯に振る舞う。単純で快活で健康で見るからに気持ちがいい。おしゃまのゆきボや詩人のよしえさん、絵の上手な徳さん、陽気なピロちゃん、チビのあゆこさん、それぞれ皆個性のはっきりしたはつらつたるお嬢さんたちだ。 あずささんの方は少しロマンチックで自分の気に入ったことなら何でもすぐ夢中になってしまうという欠点があるがお父様は大変活発な方だし兄弟も皆率直ないい人たちばかりなのでその影響でどんな小さなことでも自分一人でこそこそやったり隠し立てしたりしないさっぱりした気性を持っている器量よしで体操色が白く いつも夢を見ているような大きな目は何かに夢中になると急に熱っぽくなり何か自分の思い通りしたいような時は思いがけない大胆な目つきに変わるいつもきちんと襟の詰まったプロシアンカラーの趣味のいい単純な服を着ているこれが必要以上にあずささんを真面目臭く,くも見せまたあどけなくも見せる ヒュッテは広い料理場と乾燥室のついた2階建てのがっちりした建物で大きな広間の天井にはすすいろのトガの太い針が剥き出しになっている天井まで届くような大きなオーフェンの中で白樺や唐松の太い薪が威勢よく弾け鉄火の上でパーコレーターがいつも白い湯気を吹き上げている4時頃 キャラ子さんがヒュッテに着くと、一同はオーフェンの前の床にあぐらをかき、シトロンの大きなコップを順繰りに回して、乾杯をしながら、でたらめな歌を歌って騒いでいた。ベスという大きなシェパードが、一緒になってワンワンを吠えながら広間の中を走り回っていた。キャラ子さんがやってきたのを見ると、みんな嬉しがって、もう一んもう一んと、 幾度も乾杯して苦しがってゲーゲー喉を鳴らした。二階へ上がってみると、四つの寝室はまるで戦場のようなありさまだった。カーテンは引きむしられ、椅子は倒れ、スーツケースはみんなひっくり返されて、下着や靴下やペテーや、その他、死と不明な様々なものがところ構わずまき散らされ、花瓶の中には、 上靴が突っ込んであるし、水差しの中には、食べかけのチョコレートとハーモニカと歯ブラシが同居している。キャラコさんは、街灯を脱ぐ間もなく、女中のトキアに手伝ってもらって、四つの寝台をきちんと片付け、カバンのものはそれぞれの元のところへ収め、戸棚を整理したり、カーテンを吊り直したり、たっぷり夕食ごろまでかかってしまった。 食事の時間は、また革命と暴動が一緒に起きたような騒ぎだった。皆ペコペコにお腹をすかし、めいめいわけのわからないことをあめきたてながら、海賊のように食卓に飛びつくと、箸が来るのを待ちかねて、紅茶のさじでご飯をすくったり、肉のドレッシングを舌で舐めたりした。森川氏は有名な美食家なので、逆棚には、 ムールソーやバルザックやクレックスなんていういろいろな武道酒が並べられてある。食事が済むと、あずささんの定義で、キャラ子さんの歓迎の意を表するため、本式に乾杯することになった。あずささんは、触れれば消えてしまうかと思われるような薄いベネチャのコップを持ち出してきて、一人一人の手に持たせ、もったいぶった様子で、 ルビーのようなシャトーディケムをついで回る。その後ろからキャラ子さんがフラスコを持って、皆の武道酒をほんのりバラ色か、ひょっとするとあけぼのの色くらいに薄めて歩く。チビのあゆ子さんが温度を取ることになって元気よく立ち上がったが、なんというのだったか忘れてしまった。あゆ子さんはフランス語でやっつけたいのである。それで、 隣のピロちゃんに尋ねる。なんて言うんだっけアラボートか。たったそれだけ当たり前だ。じゃあね。アラボートル。我らの監督さんの安着を祝し、キャラ子さんを我々のもとへ派遣した聴録閣下の寛大なるご処置に感謝いたします。アラボートと、言いながら、一息に飲み干して、誰も皆、 あまりうまくもないような顔をした。絵の上手な徳さんが、渋いや、と言って、照れくさそうに舌を出した。水臭いだけだ。と、あずささんがやり返した。おしゃまの雪棒が、でも、よもぎの匂いがするよ。と言うと、詩人のよしえさんが、あら、すみれの匂いよ。と、抗議した。 それから、めいめいいろんな匂いを持ち出して、からきり声で主張し合った。キャラ子さんも、だんだん愉快になってきて、みなと頭をくっつけ合わせて笑ったり喋ったりした。窓の外の大きな星を眺めながら、ピロちゃんのハーモニカに合わせて合唱をした。ロッキーに春が来れば、という歌が気に入って、 幾度も幾度も繰り返して歌った。そして、皆、涙ぐんだ。まもなく、眠くなった。オーフェンのそばでごろ寝したがるのを、お尻をたたえて二階へ追い上げ、二人ずつ一つの寝台へ押し込んで、丁寧に毛布でくるんであった。キャラ子さんは、あずささんと二人で仲良く寝床へ入った。 山の中の夜は、しんと静まり返り、遠い雪山が青く光っていた。ひさおじゅうらんさく、キャラコさん、雪の山小屋、に空はくっきりと晴れているし、雪質は申し分ないし、キャラコさんは、 午前中、夢中になって滑った。昼食が済むと、皆は、死がひゅってまで遠征することになった。天狗岩の下を通っていくと、木戸池のほとりへ出る。ちょっとした、プロムナードには大変快適で、このコースは、キャラ子さんも大好きだったが、長六閣下に手紙を書かなければならないので、一人だけ小屋に残った。 言うもやが降りる頃になって、一行は大変な元気で帰ってきた。スロープのずっと下から、キャッキャと笑う声が聞こえ、皆何かひどくはしゃいでいた。おシャワの雪棒が息せき,きって広間へ駆け込んでくると、キャラコさんの耳に口をおつけて、ねえ、大事件があったの。と、大きな声で怒鳴った。 キャラ子さんは慌てない。広間の入り口の方を見ると、あずささんをはじめ五人の顔が不足なく揃っているし、誰と言って怪我をしたような様子もない。それどころか、皆蒸気したような赤い顔をして、入り口に近いところに手をつないで一列になってつったって笑い出したそうな顔でこちらを見ている。キャラ子さんが 落ち着いた声で尋ねる。大事件って何かあったの雪キは息を弾ませながら、またチャーミングプリンスに手っこはしたの。それはどなたのこと雪キはリスのような黒い大きな目をくるくるさせて、あら、まだ話してなかったんだわ。うん、じゃあ話そう。 大事件なのよ。徳さんが走ってきた。いやよ、あたしに話さして。詩人の吉江さんも、ピロちゃんも、あずささんも、あゆこさんも、あたしを、あたしをと叫びながら飛んできて、前後ろからキャラ子さんにむしゃぶりついた。キャラ子さんは、船のように揺られながら、おとなしくなさいね。順々に聞いてあげますから。 六人は、急いで、めいめいクッションを持ってきて床の上に敷き、キャラ子さんの周りにエンジンを作った。まず、雪坊屋に尋ねる。それは、どんな方なのとても上品な、四十歳くらいの紳士なの。ほら、なんて言ったっけ、あのー、陽気なピロちゃんが、うっとりした声で答えた。 アドルフまんじゅうよ。そう、アドルフまんじゅうのような感じの人なの。顎がスベスベして青白い顔してるのよ。絵の上手な徳さんが訂正した。オリーブ色よ。うん、オリーブ色でね。メランコリックな目つきをしているの。とっても上品で丁寧なの。素敵でしょ キャラ子さんが笑い出す。ええ、素敵ね。それで、どうしたのそれから、あたし、うまく言えないわ。あずささん、あなたおっしゃい。あずささんは、例の熱っぽい目つきをして、あたし、言えないわ。よしえさん、あなたおっしゃい。詩人のよしえさんは、目を伏せて、いやいやした。 キャラ子さんはからかうような目つきでみなの顔を見回しながら、おやおや、すっかり優しくなってしまったのね。ちびのあゆ子さんが元気な声でやっつけた。ええ、そうなの。あたしたち、その人に会うと、急に胸がドキドキして、滑って転んじゃうのよ。よしえさんも、あずささんも転んだわよ。ピロちゃんなんか、 おじぎをしとこなって前へつのめっちゃったんだ。うっとりするようなその上品な紳士は、丸池のそばの志賀高原ホテルに泊まっていて、あまり人の来ない木戸池やモングチ沢のスロープで静寂な雪山を一人で楽しんでいるのらしかった。六人がその紳士にあったのは天狗岩の一本松の下だった。 大変にスマートな身なりをしたその紳士は、南側のスロープを見事なスノープルーで降りてきて、六人に丁寧に目霊して滑り去った。あまり美しくあまり上品な様子なので、皆うっとりしてしまった。夢から覚めると、詩人のよしえさんがその紳士に、チャーミングプリンスと、 名をつけた。皆、心からこの命名に賛成した。その紳士は、午後になると、決まって、死がひゅっての方へ出かけていくことが分かったので、早々に昼飯を済ませると、皆胸をワクワクさせながら、見物に出かけるのが、毎日の仕事になった。うまく紳士に出っくわして、目礼されたり、 短い挨拶をされたりすると、慌てふためいて、滑ったり、転んだりして、大騒ぎになる。そして、夜になると、ロッキーに春が来れば、を合唱しては、涙ぐむのだった。ところで、今日、そのうっとりするような紳士を、このヒュッテのお茶に招待するところまでこぎつけたというのである。 チビのあゆこさんが、皆に押し出されて、紳士の前まで張っていった。ぴょこんと一つおじぎをすると、あたしたちのところへ、明日、お茶に来てちょうだい。と、言った。チャーミングさんは、なんとも言いようのない美しい微笑を浮かべながら、大変に陰銀な口調で、お招きに預かってありがたい、と言った。 あゆこさんは、紳士があまり丁寧なので、面食らってひっくりかりかけ、危なく紳士に抱きつくところだった。夕方から夜にかけて、六人のお嬢さんたちは、皆、取りとめなくなって、ただもうそわそわと、立ったり座ったりばかりしていた。その夜中、キャラ子さんは、あずささんが、しきりにねがりを打つので、 幾度も目を覚ました。次の朝、明けぼのの光がまだずっと向こうの山並みを薄桃色に染めている頃、皆一斉に起き出してドタバタ騒ぎ始めた。テルモスやフルカードやワックスの缶や壊れた八角手風巾やうさぎ耳やちぎれたノルウェーバンドの切れっぱしは みんなひとまとめにして、戸棚の中に押し込まれ、広間は見違えるほどきれいになった。絵の上手な徳さんは、雪の下から掘り出したハリエニシダの枝で奇妙ないけ花を生けた。詩人の吉江さんは宝石細工人のような熱心さで、リンゴに息を吹っかけては、服の袖で磨いた。 チビのあゆこさんは、ろくな服を持ってこなかったと、ひっきりなしに愚痴をこぼし、ピロちゃんは、靴が小さくなったと言って、自断だを踏んだ。おしゃまの雪坊やは、毛皮のついたカーディガンのツーピースを着て、しゃなりくなりと広間へ入ってきたが、いけばなの枝に袖を引っ掛けて花瓶を倒し、腰から下をびしょぬれにして、べそをかいた。 あずささんは長い間衣装戸棚の中をかき回していたが結局いつもの制服のようなプロシアンカラーの服を着てきた。ちゃんとアイロンが当ててあった。やがて昼食のテーブルに着いたが誰も食べ物が喉へ通らない風だった。徳さんは塩っ辛くて食べれないというしピロちゃんは あゆこさんがいつまでもテーブルにへばれついていると言って、げんこで背中をこずいた。キャロコさんの他は、皆、ちょっとフォークをつけただけで下げさせて、料理番の杉婆屋を仰天させた。ちょうど3時5分になると、ドアのノッカーの響きが聞こえた。ゆきぼうやとピロちゃんは、ぞっとしたように目を見合わせ、 ヨシエさんと徳さんは気が遠くなるような目つきをした。キャラ子さんが立って行ってドアを開けると、そこに42歳のすらりと背の高い中年の紳士が陰気な様子で立っていた。ブリチェーズのようになった下手のいいトイレのパンツを履き、緑がかった水色のヘリングボーンのウエストの上に洒落たカバードコートを着ていた。 無造作なようで、どこといって隙のないスマートな身ごしらえであった。紳士が広間へ入ってくると、あゆこさんが暖炉の前の一斉案内して森川氏の葉巻を進めた。紳士は、ひるいのない丁寧な口調でそれを断ると、白い長い指で、切り味を取り出して、ゆっくりと火をつけた。 青白い広い額の下に煙ったような黒い目があって熱情と沈鬱を表している。頬は丁寧に剃られて子供の頬のようにツヤツヤと光っていた。何とも言えない気品のある鼻と形のいい唇を持っている。顔にはどこか疲れたような色があるがそれは この優れた面差しに一層の深みを与え、例えようのないメランコリックな美しさを作り上げていた。しかし、このやんちゃなお嬢さんたちが、いつまでもそうはにかんでばかりいるわけはなかった。ちびのあゆこさんがまず口を切ると、あとは乱脈になって、皆、むやみあたらに喋り出した。ところで、 あずサさんだけは大変に済ましている。どうやら、このヒュッテの主人としての品格を保とうとしているらしかった。自己紹介を兼ねたおしゃべりが一段落つくと、話題はスキーのことに移っていった。紳士は登山家でもあるらしく、グランコルニエやエクランに登ったというような話をした。みな アルプス登山の話を根掘り葉掘り聞き出した。話の興味よりも少しでも長く引き止めておこうという計略らしかった。シャモニーという街の真ん中をアルブという川が流れていまして、その上に小さな橋が。あら、素敵ですこと。その橋は一体どんな色に塗ってありますの大体、だいたい こんな風だった。感激家の吉江さんは座教までにと言ってバイオリンを弾いた。熱心のあまり少しキーキー言わせすぎたようだった。演奏が終わると紳士は音楽の一節を程よく褒め来た時と同じように静かに帰っていった。ひさおじゅうらんく キャラ子さん。雪の山小屋。三。毎日天気が続き、窓を開けると、一月とは思えぬような穏やかな微風が、かすかな春の息吹を含んで、そよそよと吹き込んでくる。詩人のヨシエさんが、深い息をしながら、木蓮と、バラと、沈丁毛の匂いがする、と、 感傷的な声で呟いた。本当に、このまま春になってしまうかと思われるような暖かさだった。皆、あんなにのぼせやがったくせに、一度お茶に呼ぶことに成功すると、それからは、チャーミングさんのことであんまり大騒ぎをしなくなった。わざわざこちらから出かけていかなくとも、チャーミングさんの方から、時々遊びに来るようになったし、それに、 そろそろ楽器の始まりが近づいてきたので、この頃はクラスや学校の話ばかり出るようになった。皆、少しずつホームシックの君でスキーもあまりしなくなり、雪明けした頬や鼻にクリームをすり込んだり、両親や友達にせっせと絵はがきを書いたりするようになった。どの絵はがきも、もうじきお目にかかれて嬉しいわ、と、 結んであった。誰も彼も急に武将になって外へ出たがらないので、あずささんが郵便を出す役目を引き受け、みんなの絵はがきや手紙を集めては、一日一回ホテルまで持って行った。こんな日が三日ほど続いた後、昼過ぎに郵便を出しに行ったあずささんが三時ごろになっても帰ってこないので、 キャラ子さんはそろそろ心配になってきた。絵の上手な徳さんはスケッチブックの整理をしているし、詩人の吉江さんはノートを抱えながら難しい顔をして創作にふけっているし、おしゃまの雪坊やとチビのあゆ子さんは一つの鏡を引っ張り合って一生懸命に鼻の頭を撫でている。陽気なピロちゃんだけは気になると見えて、あっちゃんのやつ、 どうしたんだろうなと言いながら、窓の方へ行ったり、ドアの方へ行ったり、ガタガタとうるさく歩き回った。徳さんは顔をしかめて、放っておきなさいよ。きっとまた今日に乗ってどっかで滑ってるのよ。お名残に笠山にでも行こうかななんて言ってたから。ピロちゃんは、ふーん、そうなのか。ふーん。と、 納得しないような顔つきをしていたが、急にやかましくハーモニカを吹き出した。徳さんはとうとう怒って、ピロちゃんうるさいわよ。勉強してるんじゃないの。と決めつけるとピロちゃんは、うへえ、大した勉強だな。みんな鼻の頭ばっかり撫でてるじゃないか。とやり返しておいて、ハーモニカを吹きながら2階へ上がっていってしまった。キャラ子さんは、 ロッキングチェアにかけて愉快そうに笑いながら編み物をしていたが心の中はなかなかそれどころではなかった少し気になることがあるのである普段は少し賑やかすぎるくらいで一人でいることの嫌いなあずささんがチャーミングさんがお茶に来た次の日あたりから急に物を言わなくなり広間の隅や 寝室の窓のそばでぼんやりと座っていることが多くなった。熱のある子供のようなうっとりとした目つきをし、何か尋ねるととんちんかんな返事ばかりした。寝床へ入ってからあまり静かなので眠っているのかと思って薄目を開けて伺うと、あずささんは闇の中で大きな目を開けて瞬きもせずに天井を見つめていた。 寝息を乱すまいとして、ことさらに規則正しい息遣いをしていることがよくわかった。手が燃えるように熱くなったと思うと、急に氷のように冷たくなったりした。いつ目を覚ましてみても、あずささんの目は開いていた。次の朝、いつものように、夕べはよく眠れて、と尋ねると、 あずささんは、ええー、よく眠れたわ、と、大義そうに答えた。顔つきが急に大人っぽくなり、それに血の毛というものがなかった。どんな小さなことでも胸の内にしまっておけず、すぐ何でも話してしまう気さくなあずささんのこの代わりようが、キャラ子さんを驚かした。キャラ子さんは、あずささんが今何を考えているか、 わかるような気がしたが、軽率な当て推理をしてはならないと思って、それ以上は深く考えないことにした。もし自分が推察していることが本当だったら、その時自分が取るべき態度だけははっきり決めておかなくてはならないと考えていた。二階でピロちゃんが途切れ途切れにハーモニカを吹いている。何か妙な具合だった。 キャラ子さんはみんなに気づかれないようにゆり椅子から立ち上がるとそっと広間を出て2階へ上がっていった。ピロちゃんはこちらへ背中を向けて窓のそばに座りしゃくり上げながらハーモニカを吹いている。キャラ子さんはそのそばに寄っていって肩に手を置きながら、ピロちゃん、どうしたのと静かに尋ねると、 ピロちゃんは、急にハーモニカを投げ捨てて、窓枠にしがみついて、泣き出した。あたし、あずささんがどこにいるか知っているのキャラ子さんの胸のところがドキンと言った。できるだけ気軽な口調で尋ねた。そう、どこにいるのピロちゃんは、キャラ子さんの腕に手をかけて、つけうちだと思わないでちょうだい、ね。 アズさんは、チャーミングさんのところへ行ってるの。ピロちゃん、あなたどうしてそんなこと知ってるの私見たの。昨日、二人で散歩しているの。そう言って、両手を顔に当てて、一層激しく泣き出した。キャラ子さん、あなた、私今、どんなに悲しいかわからないでしょう。私も、チャーミングさんを好きだったの。でも、 もういいの急いで涙を拭くと、またハーモニカを取り上げて、それを拭きながら下へ降りていった。キャラ子さんは、寝台の端に腰を下ろして、じっと考えていた。二人の交際がどこまで進んでいるのか知らないが、思い過ごしすることも、高をくくることも、どちらも同様に危険だと思った。また、 二人の関係がどうあろうと自分などの口を出せるような事柄ではないのだから飲み込んだ風にうまく取り計らおうとするような軽薄な真似をしてはならないとよく自分の心に言い聞かせた。差し当たって自分のすべきことはあまり遅くならないうちにひゅってに連れ帰ることと一日も早く東京へ引き上げるように定義することだけだと考えた。 キャラ子さんは首にマフラーを巻きつけてそっと玄関から滑り出すと天狗岩の下まで行きギャップを左に巻いて岩の上へ登って行った。切り立った断崖の上へ立って見下ろすと陰気なカラマツの林に囲まれた真っ青な木戸池がすぐ目の下に見える。二人は池のそばの何一つ 物音の聞こえないシーンとした林の中に並んで座っていた。二人ながら憂鬱な様子で押し黙ったまま、いつまで立っても身動きもしない。夕日が薄れかけ、カラの長い長い影が雪の上でよろめいていた。キャラ子さんは二人の様子を一目見るなり、自分が考えていたよりも、 もっと大変なことになりかけているような気がして、思わず胸が震えた。キャラ子さんは、あずささんを見つけたら、気軽に誘って連れ帰るつもりだったが、この様子を見ると、すぐ思い止まった。誘ったところで、所詮無駄だと悟ったからである。キャラ子さんは、小さなため息を一つつくと、ヒュッテの方へ引き返しながら、 祈るように心の中で言った。どうぞ、早く帰ってちょうだい。ひゅって帰ると、夕食の支度ができていて、皆が、あずささんとキャラ子さんを待っていた。暖炉のそばへ集まって、心配そうな顔をして黙り込んでいた。誰も、同じことを考えているのだろうが、口に出して言うものは、なかった。 六時を打つと、キャラ子さんは、ありったけの食材を持ち出して、ろうそくに火をつけて、それをずらりと窓際へ並べ立てた。ヒュッテの窓窓は、暗い海を照らす灯台のように、明るく、暖かく瞬いた。嵐の海へ出た、肉親の帰りを待つような真剣な顔つきで、一心に窓の外の物音に耳を立てていた。 誰も夕食をするものはなかった。五人のうちで陽気なピロちゃんが一番しっかりしていて、あずささんがいつも座る椅子を暖炉のそばへ運んだり、あずささんの上靴を温めたりして、一人で海外しく働いていた。そして、うん、もうじき帰ってくる。と、幾度も同じことを呟いた。七時過ぎになって、 ようやく、あずささんが帰ってきた。唇まで紫色になって、歯の根も合わないように体を震わせながら、目を伏せて、暖炉の方へ寄ってきた。裾にも髪にも氷が絡みつき、涙を催すような哀れな様子をしていた。みんな、涙ぐみながら、んでに毛布やクッションを持ち出してきて、幾重にも、 あずささんの体に巻きつけて、気ぶ膨れ人形のようにしてしまった。陽気なピロちゃんが、熱い紅茶を持ってきて、あずささんの口元へ持っていった。これ、飲みなちゃいね。暖かくなるからさ。夕食が済むと思い立ったようにみんなが大騒ぎを始めた。大げさなだけで、ちっとも活気がなかった。 あずささんは大きな目を開けて悲しそうにそれを眺めていた。雪坊やとあゆこさんが手を取り合って急いで広間を出て行ったがしばらくすると二人とも目を真っ赤にして帰ってきた。キャラ子さんはあずささんを朝までしっかりと腕の中に抱いていた。明け方になってあずささんが 低い声で囁いた。ママに来てくれるように、ゆうべ、電報を打ったの。ひさおじゅうらん、作。キャラ子さん。雪の山小屋。四。次の日の十時ごろ、森川夫人が慌てて駆けつけてきた。ゆうべ、 汽車の中で少しも眠らなかったと見えて、ひどく肌を荒らしていた。ヒュッテに着くとすぐ、森川夫人がキャラ子さんを2階の部屋へ呼んだ。キャラ子さん、一体何があったのキャラ子さんは自分の知っているだけのことを率直に告げた。森川夫人は、むしろほっとしたような様子で言った。そんなことだったの 嫌な人ね。そんなことであたしをこんなところまで呼びつけるなんて。それでもさすがに心配らしく。それで、どんな風なのあなた、聞いてくだすってキャラ子さんは森川夫人の顔を見つめながら答えた。い,いえ、何も。あたしが聞いたって、どうにもしようのないことですから。森川夫人は少し顔をあからめて、 それはそうね。では、あずさを呼んでくださらない私からよく聞いてみますから。よかったら、あなたもここにいてちょうだい。二人きりだと帰って話しにくいかもしれませんから。と、笑いながら言った。入ってきたあずささんの様子を見ると、森川夫人の笑いは一変に消し飛んでしまった。あずささん あなたまあ、どうしたのそんなに痩せてしまって。あずささんは、顔中が目ばかりになったような大きな目で森川夫人の顔を見つめていたが、突然気が違ったように、ママママと、途方もない大きな声で叫んだ。森川夫人はそれだけでもうおろおろと取り乱し、あっちゃん あなたどうしたのそんな大きな声をして、ママにご用があるなら言ってみてちょうだい。もう少し、静かにね。はずささんは、両手で森川夫人の手首を掴むと、ぎゅっと力いっぱいに握りしめながら。ママ、私、その方と結婚するお約束をしたのよ。反対したりしないでね。まあ、困った人ね、急にそんなことを言い出して、 あなた、ママにそんな話をするの少し早すぎやしないあずささんは怒ったような顔つきになって、私もう子供じゃありません森川夫人は、ぎょっとした様子であずささんの顔を眺めていたが、救いを求めるような目つきでキャラ子さんの方へ振り返った。小さな時、脳を患ったことのある気の毒な森川夫人は、 こんな話になると頭の奥の方がクラクラしてどうしていいかわからなくなってしまうのだった。それにしてもあずささんは一体何を言い出すつもりなんだろう。何か恐ろしいことをぶちまけそうでキャロ子さんは少し怖くなってきた。森川夫人は必死な微笑を浮かべながら、そう、あなたはもう子供じゃないのね。そんなら、 どんな風にその方が好きになったか、ママに話せるわね。あずささんは、まるで暗記でもするような、抑揚のない調子で言い出した。ええ、話せます。その方はね、絵の勉強して、長い間、大変奮闘した人なの。いろんな辛い目にあっても、絶望せずに、一生懸命にやり通したのよ。そんな話をしていると、あまり悲しいことばかりで、その方は、 泣き出して後を続けることができなくなるの。そして、その気持ちをいろいろな例えを引いて私に説明してくださるの。私、そのお話を聞いていると、なんともいないほど気持ちが沈んできて、急に大人になったような気がするんです。それで、あなたの方ではどんなお話をするの私、まだ子供だから、あなたを慰めてあげることはできませんねって。すると、 その方はどうおっしゃるのいいえ、あなたはどんな大人よりもっと大人ですっておっしゃるの。聡明でもなく心も優しくない人はいくつになっても子供と同じなのですからって。だから、あなたがこうして私のそばにいてくださるだけでずいぶん元気が出るんです。ずっとずっと長くそばにいてくだすったらもっともっと勇気が出るでしょうって。だから、 私、その方と結婚することにしたの。あなたが結婚しようと言ったのね。い,いえ、最初はあの方がおっしゃったのよ。お互いにこんなに好きになった以上結婚するのが本当だって。私が結婚してあげなければあの方は死んでしまうかもしれないわ。もう一度、お目にかかれるでしょうね。もし、もうこれでお目にかかれないなら、私は多分、 もう生きていませんって。あずささんは、ちょっと言葉を切ると、急に目にいっぱい涙を溜めて、ほとばしるような声で叫んだ。私だってそうよママ私だって、そうなの森川夫人は、弱りきった心を押し隠そうとするように、少しきつい口調になって、私、あまりあなたを甘やかしすぎたようね。 あなたはまだやっと十八になったばかりなのよ。それに、その方はあなたより二十も二十五も年上の方なのでしょう。もう、およしなさいね、そんなお話は。ママも聞かなかったことにしますから。お願いです、ママい,いえ、ママはその願いを聞いてあげることはできませんが、あなたを本当に幸福にすることは知っているつもりです。どうか、ママの言うことを聞いてちょうだい。 ママの考えていらっしゃる幸福が、そのまま私の幸福になると考えていらっしゃるなら、それはあまりママの勝手です。ママの考えている幸福でなく、私が本当に幸せになれるようにしてちょうだい。ともかく、その話はもうよしましょうね。あんまり馬鹿げているから。あずささんは、みるみる真っ青な顔になって。ママ、それじゃあ私死んでもいいと、 引きつったように叫ぶと、キャラ子さんの方へ両手を差し出しながら。助けて、ね、助けてちょうだい。キャラ子さんは、あずささんのそばへ駆け寄って、優しくその手を取りながら。どうしたの、あずささん。あずささんは、錯乱したようにキャラ子さんの手を握りしめて。キャラ子さん、私を死なせないで。そして、寝台の上に突っ伏すと、 今にも耐えるかと思うばかりに、激しく泣き出した。この哀れな様子を見ると、森川夫人は、我慢もこらえ性もなくなったように、あずささんのそばに走り寄って、腕の中に抱き取り、あっちゃん、ママがきっといいようにしてあげますから、そんなに泣かないでちょうだい。あなたをこんな風にしたのは、あまり甘やかしすぎたママの罪なのよ。ママをぶってちょうだい。 ママを、ぶってちょうだいと、言いながら、ガじゃない子供のように泣き出した。それから間もなく、キャラ子さんがホテルへチャーミングさんを迎えに行った。森川夫人は、広間の暖炉のそばで、あずささんの愛人がやってくるのを待っていたが、おいおい、気が落ち着くにつれ、今自分の娘に襲いかかっている危険が、どんなひどいものか、 だんだんはっきりしてきた。あずさの話をいろいろ思い合わせると、感じやすい少女の心につけ込むその男の、抜け目のない陰銀なやり方が、何もかもすっかりわかるような気がする。どう考えても、下劣な女ったらし、ュクトゥルのやり口だとしか思われない。もしそうだったら、どんなことがあっても手を引かせなくてはならないと、 決心した。一時間ほどすると、チャーミングさんがヒュッてやってきた。顔色はいつもより青くなり、目つきは一層沈んで、ひどい不幸にあった人のような様子をしていた。キャラ子さんの案内で広間へ入ってきたチャーミングさんを一目見ると、森川夫人は、たちまち、牢のように真っ白くなり、よろめくように、 椅子から立ち上がった。久さ十蘭作。キャラ子さん。雪の山小屋。五。チャーミングさんは森川夫人の妹の房江さんが外務参事官のお父さんとパリーに住んでいた頃の愛人だった。チャーミングさんは その頃から絵の勉強をしていて、二三の画唱に才能を認められていたが、絵描きというよりは、むしろ詩人といった方がいいような極端な無双化で、仕事をするよりは寝転んで夢を見ている時間の方が多かった。ひどいうつり気、キャプリ臭で何かにひどく熱中するかと思うと、すぐ飽きて、次の日になると、 怒りでも落ちたように見向きもしなくなる。熱烈で、陰銀で、聡明で、必要で、冷酷で。要するに、生まれながらあらゆる悪魔的なものを身につけたような男だった。ふさえさんは、その頃二十歳になったばかりの心の優しい娘だったが、わずか半年ほど楽しい日を味わっただけで、 古い上靴のようにあっさりと捨てられてしまった。白状の愛人の心を引き止めようとして若い娘が考えつく限りのことをしたが結局辛い思いをして諦めるほかなかった。そしてその年の秋胸を病んで死んでしまった。その後チャーミングさんの絵がリュクサンブールのミューゼに入ったという評判や 相変わらず独身でフランスを遊び回っているという噂を耳にしたが、この七八年、ふっつりと風文を聞かなくなった。そのチャーミングさんが、今度はあずさの愛人として十八年も経った今、突然森川夫人の前に現れてきた。チャーミングさんは、すらりとした長身をゆったりと椅子の中に伸ばし、 メランコリックな眼差しで静かにいろりの火を見つめている。長らくの宝刀でどこか疲れたような様子をしているが、美しい面差しは昔と少しも変わらない。森川夫人は思わず絶望しうめき声を上げた。実際女の敵の中でチャーミングさん以上に恐ろしい相手はいない。 どの女も打ち勝つことができなくて、皆この男に滅ぼされてしまった。とても自分などが立ち打ちできる相手ではないと思うと、心がえたようになって、何を言うのもおぼつかない気がするのだった。しかし、この男のために妹までか大事なたった一人の娘の幸福までがむざむざと踏みにじられるのかと思うと、 心の底から怒りが湧いてきて、どんなことがあっても、娘を奪い返さなくてはならないと奮い立った。もう、必死だった。子供の愛情の前には、何も振りも構わなくなる、母の、あの崇高な桜だった。丹精に膝に手を置いて静かに微笑しながら、森川夫人は、心の中で泣いていた。悲しみとも、 息通りともつかぬ通烈な涙が胸の内側をとどに流れ落ちた。あなたはいつも美しいわね。あれからもう何年になりますかしら。ちっともお変わりにならないわ。チャーミングさんの頬に瞬間血の色が差し、悩ましそうな眼差しで森川夫人を見つめながら。18年。 あの人のことをたった一日も忘れたことのない十八年。感情を沈めるように少し息を止めてから。私は散々に放灯しましたが、いつも私の心の奥に住んでいたたった一つの面影は、一番初めに私の胸に訪れたイタリア風の夏帽子、シャポドゥ・パイュ・ディタリーをかぶった。 シャボンヌの絵のような、あの人の面影だったのです。森川夫人は思わず怒りに胸を震わせて、叫ぶような声で言った。ふさえは、あなたに捨てられた女よ。チャーミングさんは、静かに手で押さえながら。スルゲーネフの小説にありますね。広い世の中へ出て行ったら、こんなちっぽけな田舎娘と、 比べ物にならぬような美しい優しい女が大勢いると、その男はすがりつくようにする娘を振り捨てて都会へ出て行った。しかし、白髪になるまでその田舎娘ほど優しい、そして真実な女に巡り合うことができなかった。この後悔ほど辛く悲しいものはありません。これは法当時が受けなければならぬ剛罪なのです。私は、 とうに疲れ切った後で、ようやく真実な愛の値打ちを悟ったのでした。私は、昔の人の面影を探して歩きました。それから、もう何年になるでしょう。そして、この後になって、思いがけなく、からまつに囲まれた池のそばでその面影に出会ったのです。昔のあの人のように、清らかで、昔のあの人に、 生き写しでした。夢でなければ、それこそ不思議だと、その時私はそう思いました。なんという不思議な男だろう。物憂げな、しみじみとしたその声を聞いていると、引き込まれて思わず夢心地になる。森川夫人は、一心に気を取り直して。さあ、もうずいぶんしゃ喋りましたね。そのくらいにしておいてください。あなたは、 あずさが私の娘だと分かったら、あの子から黙って手を引いてくださるでしょうね。あの子の幸福を持ったら、どうぞ、黙ってこっから出て行って、二度とあずさの前に現れないでください。チャーミングさんは悲しそうに首を振って、でも私に別れたら、あずささんはきっと死んでしまうでしょう。森川夫人の頭の隅を哀れに取り乱した、 あずささんの姿がちらっとよぎった。やるせない涙がくっと紫に突っかけてきた。あずさは本当に死ぬかもしれない。妹もあの時そうだった。いよいよ最後の決心をしなければならない時が来たと思った。たとえどんなひどい嘘をついても。森川夫人は微笑しながら あなたは本当にあの子を愛していらっしゃいますかあなたは何ということをお尋ねになるのです。そんなら、もしそうなら、あなたはあの子を死なせるようなことはなさらないでしょうね。命が何でしょう、奥さん。あなたは愛情というものを大変低く見ていらっしゃる。森川夫人は静かに言った。 愛情というものを信ずればこそそう申し上げるのです。あさじさん、本当のことを打ち明けますが、実は、あずさは夫妻の娘なのです。これは、どういう意味か、あなたにはよくお分かりになるでしょう。私の申し上げることは、これだけですわ。それから、15分ほどすると、チャーミングさんは、影のようになって、よろよろと、 ヒュッてを出て行った。夕食が始まったが、あずささんは広場へ降りてこない。チャーミングさんがヒュッてやってくると、キャラ子さんは、皆をひとまとめにして、乾燥室へ押し込んで、お話を始めた。あずささんはすっかり落ち着いて、ニコニコしながら聞いていたが、30分ほど前、ちょっと、と言って、 二階の方へ上がっていったっきり、乾燥室へ戻ってこなかった。皆は、寝室へ長くないに行ったのだとばかし持っていたが、部屋の中は空っぽだった。玄関へ行ってみると、あずささんのスキーがなかった。森川夫人が思い切った告白をしたすぐ後で、玄関の方で何かかすかな物音がした。あずささんは、 多分、その時、出て行ったのだろう。森川夫人は、青くなって泣き出した。物狂わしく、キャラ子さんを広間呼び入れると、チャーミングさんに手を引かせるために、あずささんがチャーミングさんの娘だなどと、ありもしないことを言い切った事情を手短に物語って、キャラ子さん、あずさは、あのお話を聞いて悲しがって死に行ったんです。どうぞ。 あずさを助けてね。助けてちょうだい。キャラ子さんが玄関から駆け出してスロープを見下ろすと、さっき降った雪の上に、山の裏の白樺の平地の方に続いている真新しいシュプールを見つけた。あずささんは気取りに行ったのだ。森川夫人が泣きながら言った。玄関に物音がしたときに、 アズサが出て行ったのだとすれば、今頃はもうだいぶ行ってるわけね。今から行って、うまく追いつけるでしょうか。トレールを迂回せずに、尾根を伝っていきなり天狗岩の上へ出て、藪の急斜面を池の方へ格好しさえすれば、どうにか追いつける自信があった。ねえ、追いつけるでしょうか。キャラ子さんは、ちょっと考えてからしっかりした声で答えた。 やってみますわ。丸池ヒュットの男たちに一緒に行ってもらわなくてもいいかしら。あたし一人の方がいいと思いますわ。あまり大げさにしない方が。夫人は不安そうに、それもそうね。と言って、両手の中でぎゅっとキャラ子さんの手を握りしめると、キャラ子さん、本当にお願いしてよ。あなただけが。 は人なのですから。ええ。どうぞ、あずさを助けてやってちょうだい。キャラ子さんが強く頷く。どんなことがあっても。おろおろと取り乱す婦人を励ますように、その腕へ手をかけて揺すりながら、元気な声で言った。大丈夫ですわ、おばさま。そんなにご心配なさらなくとも。きっと、無事に連れて帰ってきますわ。お約束してよ。 キャラ子さんは大変落ち着いていた。少なくとも表面はそんな風に見えた。慌てふためくヨシエさんや徳さんを指図してテルモスに熱い紅茶を詰めさせ、熱い毛の下着とブランデをルックザックに入れて背負うと、キュッと口を結んで玄関から滑り出した。雪の上に月が照り、空も、斜面も、 林も、影も、何もかも、皆真っ青で、まるで、無限の世界のようだった。久男獣蘭作、キャラ子さん、雪の山小屋、六、五人は、嵐に追いまくられた小鳥のような様子で、 二階の寝室で一塊になって座っていた。吉江さんは揺り椅子の中へ沈み込み、徳さんは寝室の端へ腰をかけ、あゆ子さんとおしゃまの雪坊やは、しんとした夜の雪山を眺めながらため息をついていた。陽気なピロちゃんだけは、例によって床の上へあぐらをかいて、のんきな顔で、 西洋雑誌のを眺めている。あずささんが自殺するために池の方へ急いでいる。あまり唐突すぎてどう考えていいのか理性でも感情でもうまく処理することができなかった。あゆこさんが長いため息をつく。窓ガラスに額を当てたまま虫の泣くような声で呟いた。 やャこさん、うまくやってくれるといいな。もう、どの辺まで行ったかしら。陽気なピロちゃんが、ゆっくりとページをくりながら大きな声で言った。心配しなくても大丈夫だよ。きっと帰ってくる。雪坊やが、ふっと、短いすすり泣きの声を上げる。あてにならないわ。 そんなこと、誰が保証するのひょっとして、あずささん、死んで帰ってくるんじゃないかしら誰も返事をしなかった。皆の心に、不安な思いが、また、どっと、なだれのように落ちかかってきた。死んで帰ってくるかもしれない。キャラ子さんが、しをしおと、ひゅっての、 小口へ姿を現す。そして、とうとう、間に合わなかったわ。と、低い声で皆に告げる。キャラ子さんの後ろから、木戸池小屋の小屋番に担がれたアズさ,さんが入ってくる。熱情家で、誰よりも聡明だったアズさ,さんが、死体になって、広間の長椅子の上に横たえられる。 棒のようにカチカチになった髪に氷がキラキラと絡みつき胸の上に手を組み合わせてひっそりと目を閉じている死んでしまったアズザさんの白い寂しそうな顔。ヨシエさんがリ椅子の中で急に体を起こす椅子がひどい音を立ててキュッとなった。アユコさんと 雪坊やが怯えたようにぎょっとこちらを振り返った。吉江さんがかすれたような声で言った。どうしよう。ともかく大変なことになったわね。悲惨だわ。私たちにしたって。愛子さんが目を上げてちらっと吉江さんの顔を眺め、またすぐ目を伏せてしまった。 よしえさんが、どんな意味のことを言っているのか、すぐ皆の心に通じた。これは、あずささんだけのことではない。ここにいる、同じ年頃の五人の人生にも、大変な関係なる問題だった。あずささんのやつ、助かってくれるかしらさもないと、やりきれないことになるわ。徳さんが、信頼の上で体を揺すった。 本当に、助かってもらいたいわ。吉江さんが、突然、かんだかい声を出す。要するに、私たちは、観念だけで生きているんだということがよく分かったよ。ともかく、大変な教訓だったわ。私たちにとっては。徳さんが、悲しそうな目つきで頷いた。あんたの言う通りだわ。それにしても、少し、 情けなすぎるわね。私たたち、恋愛だけでしか生活を豊富にすることを知らないのだとすれば。よしえさんは頭を振って額へ降りかかる髪の毛を払いながら。そうよ。その他に一体何があるというの生活の目標もなければ、生活する力もない。何でも知っているそのくせ、具体的なことは何一つ知らない。 正直なところをぶちまけると、本の読み方さえろくに知ってないんだわ。これでは、あまり希望がなさすぎるわね。だから、こんなことになるんだわ。もちろん、あずささんの罪でない。要するに、あまり私たちをほったらかしすぎるからいけないんだ。私たちの、ジェネレーションに点で目を向けようと、しないのがいけないんだわ。学校を、でさえすれば、 あとは嫁にやってしまうだけなんだから、せいぜい勝手なことをさせとくさ。こんなのを、自由と言うのかしら。むしろ、惨めと言った方がいいわ。いい加減に扱われているんだよ。確かに、見捨てられているんだ。私たち、まだ、一人歩きなどできないんだから、こんな意味で、個性なんか尊重してもらえたかないわ。徳さんは、感情の迫った声で言った。 その通りだわ。古い生活の形式が死んで、まだ新しい生活の形式が生まれてこない。私たちは、今そんな、ちぐはぐな時代にいるのね。とりわけ、私たちのような、まもなく世間を送り出されようとしている若い娘が、一番苦しんでいるんだわ。どうしていいかわからない。どこを目当てに生きていけばいいのか見当がつかない。だから、恋愛なんかに、 ばかり追従するようになるんだわ。情けないわね。徳さんが突然寝台から滑り降りると、吉江さんの方へ歩いていって、二人で手を取り合って激しく泣き出した。あずささん、気の毒だ。あたしたちもよ。あゆこさんという希望屋は無言でうつむいていた。陽気なピロちゃんが雑誌を捨てて立ち上がると、 二人の肩の上にそっと手を置いた。泣くの、よしなさいね。あずささんは死にはしないよ。少なくとも。死にになんか、言ったんじゃないと思うわ。雪坊やが目を輝かせながら大きな声で叫んだ。僕もそう思う。あずささんは死にになんか言ったんじゃない。少なくとも、そう考えるべきだわ。僕たちは。 そんな弱虫じゃないんだ。ヨシエさんが泣きやんだ。そうね。せめて、そんな風に希望を持たなければ、とてもやりきれないわ。ピロちゃんが、やっつけるような口調で言う。希望じゃない真実さ。私たちは、お互いの勇気をもっと信用し合わなくちゃいけないな。だから、いい教訓だと言ったわ。ほらね、ちゃんと知ってるじゃないか。 泣くことも、怖がることもいらないんだ。黙って信じてればいいんだよ。あずささんの理性を。ゆきが、突然、横合いからひったくった。私たち、幾度も近いあったわね。いろんな場合に、理性でやってのけようって。自分たちの時代のためにも、もっとしっかりする義務があるって。あずささんだって、多分それを忘れちゃいないよ。 決して、馬鹿げたことはしない。あたし信じてる。ピロちゃんが頷いた。そうなんだ。キャラ子さんを見ろよ。ちっともうろたいてもいなければ、慌ててもいなかったぜ。キャラ子さんは、あずささんの理性をちゃんと信用しているんだ。まもなく、きっと、連れて帰ってくる。あゆこさんは、嬉しそうに手を打ち合わしながら、そうよそうよ。 と、連れて帰ってくるわ。少なくとも、そう考える方が友情というもんだわ。徳さんが、ようやく泣きやむ。そうね。確かに、そうだったわ。でもね。じゃあ一体、何しにわざわざ行けなど言ったのかしら。雪坊やが、はぐらかすように言った。こんなことぐらいじゃしないって、よく自分自身に言い聞か,かせるためにさ。 ピロちゃんがたしなめる。そんな風にふざけるのはよしなさい。何しに行ったかって徳さん。それは、あなただって知ってるはずだわ。つまり、人泣き、泣きに行ったのさ。それくらいのことは、許さるべきだわ。あたしたちはまだ若いんだか。みんな、少しずつ元気になった。愛子さんが、また、 出し抜けに大きな声で言った。ねえ、あずささんが死にに行っただなんて真っ先に騒ぎ出したのは一体誰だったのピロちゃんが答えた。森川夫人さ。ああ、そうだったわ。それでみんな釣り込まれてしまったのね。嫌だわ。よしえさんが人が違ったような快活な声で言った。そんなにもう私たちを知らなすぎるんだわ。 少し説明してあげる必要がありそうね。徳さんがすぐ受けて。そうね。イアンのためにもね。ともかく、おばさまをあんな風に一人で放っておいてはいけないわ。みんなで行って何かお話でもしてあげましょうよ。ピロちゃんが元気よく立ち上がった。賛成だ。僕うまい話をしてやる。五人が広め降りて行ってみると、 森川夫人が暖炉のそばのソファーに沈み込んで一人で泣いていた。五人は森川夫人を取り巻いて床の上へ座った。ピロちゃんがのんきな声で言った。おばさまそんなにお泣きにならなくても大丈夫ですよ。あずささんはもうじき帰ってきます。何しろキャラ子さんがちゃんと引き受けたんだから。おばさま あなた,たちったもご存じないんですよ。私たちどんなに元気があるか。子供のようにしか見えないのは、あなたのお勝手だとしてもね。ひさおじゅうらんく。キャラ子さん。雪の山小屋。七。踏みつける雪がスキーの下でキュッキュッとなる。雪の原のはるか向こうに、 トガの木に吹き付けられた雪が団子のように固まりついて、大きな雪人形のような気軽な様子で立っている。降ったばかりの雪の上に、シュプールが一本まっすぐにその方へ続いている。あずささんが滑っていったとだ。それにしても、なんという広大な雪の世界だろう。果てしもない、暴爆たる雪原がただ一面に栄光色に輝いて、 その姿勢は同じような色の空の中へ溶け込んでいる。雪の大海原。浸透した青いハローの中をたった一人で進んでいくと、このまま月の世界へでも入っていってしまいそうな不思議な幻想に襲われる。キャラ子さんは取り留めのない青白い雪原の中で盛んな雪煙を上げながら、 関係者のトレールをシャニムに登っていった。キャラ子さんは、あずささんがこのくらいのことで自殺するはずはないと固く信じていた。しかし、まだ人生の複雑な起伏をあまり多く経験していないので、こんな場合、感情がどんな公用の仕方をするものか、はっきりとわかりかねるところがあった。あずささんは、 ふさおばさまを捨てた無情な愛人は、実はチャーミングさんで、しかも自分がその人の子供だということまで聞いてしまったのに違いない。あずささんばかりでなく、この年頃の少女にとっては、これは確かに致命的な打撃だったにちそいない。キャラ子さんは、 アズサさんのしっかりした気質に十分期待をかけているのだったが、打撃のひどさを考えると、その自信も揺らぎかける。もしや、と思うと、気が上ずってきて、つい焦り気味になってしまう。ともかく、少しでも早く行き着かなくては。無事なうちに捕まえることができたら、娘への愛のために、錯乱して、 嘘まで言う母の心というものを分からせてみせる自信があった。それさえ説明すれば、自分の不幸な恋愛が頭の弱い母をどんなに濃乱させたかはっきりと了解するに違いない。今、差し迫った問題は、神秘的な様子をしたあの青い池の水が、あずささんを飲み込む前に、うまくそこへ行きつけるかどうかということだった。さすがに、 日垣でなかった。天狗岩の下まで行き着くと、近道をするためにスキーも入らないような、やぶの深い、急範勾配を、まっすぐに登り始めた。見通しもつかないほどの密林で、それに、せかせかと急ぐので足の調子がうまくいかなかった。シールが効かなくなって、ずるずると滑り落ち、その度に、雪の積もった枝に足を取られて、見事にひっくり返った。 やぶがひどいのと、ルックザックを背負っているのとで、起き上がるまでの苦労は並大抵のことではなかった。汗が顎を伝わって胸の方へ流れ込み、喉がカラカラに乾いて、息をするたびにひりひりといたんだ。このままここでへたばってしまうかと思われるように、ひどい苦しさに耐えながら、笹ささや木の枝につかまって、一歩一歩登っていった。 見上げるような大きな岩海の裾を回ってようやくその上へ這い上がるとすぐ目の下に木い池が西洋の手鏡のような形をしてひっそりと銀色に光っていた池を取り巻いている唐松の林の中に黒い人影が一つ見えるあずささんだったあずささんは 雪の上に座ってぼんやりと池を眺めていた。キャラ子さんは思わず心の中で叫んだ。間に合ってよかったキャラ子さんは大きく息を吸い込むと池の方へ逆落としになっている休憩車を滑り降り始めた。木の空いているところを見透かしては十尺くらいの空間を直角で飛ばし、 木の幹のすぐ前で雪煙を上げて急停止する。キャラ子さんはスキーに対して自信がないので、それこそ本当に命がけの仕事だった。やっとの思いで密林の急斜面を滑り降りると、池の縁についてゆっくりとあずささんの方へ近づいていき、スキーを脱いで黙ってそのそばに 並んで座った。あずささんは、キャラ子さんがやってきたことに気がつかないように、振り向いても見ようとしない。吸い取られるような目つきで、薄氷の張った池の表をじっと見つめている。頬も唇も透き通るように青くなって、まるで、老人形のような様子をしていた。 キャラ子さんは何ともつかぬ深いため息をつく。言いたいことはいろいろあるし、どうすれば慰めることができるかよく知っていたが、そんなことはまるっきり必要がないように思われ出してきた。こうして黙ってそばに座ってさえいれば、それで十分心が通ずるのだと思った。 月が西へ回り、雪の上の影がゆっくりと池の水際の方へ移ってゆく。永久とも思われるような長い時間だった。二人は一言も口を聞かずにひっそりと雪の上に座っていた。キャラ子さんはもうヒュッテのことも森川夫人のことも吉江さんたちのことも 何一つ他のことは考えていなかった。雪の冷たさも夜の寒さも丸、ま、っきり感じなかった。ただ、あずささんが気の毒で、そのことだけでいっぱいだった。今、どんな悲しい思いがあずささんの心の中にあるのだろう。でも、あずささんは一人でいるのではない。 こうして、私がそばに座っている。このことだけは、幾分でも、あずささんを慰めるに違いないと思った。ほのかな夜明けの気配がして、林の中で小鳥がチチッと鳴き始めた。キャロコさんは、ふと気がついて、フックザックからテルモスを取り出し、熱い紅茶を茶碗に注いで、 それを、あずささんの方へ押し合った。あずささんは、ちらっと瞳を上げ、大きな深い目で、キャラ子さんの顔を眺めると、おずおずと茶碗の方へ手を伸ばして、それを取り上げた。両手の中に茶碗を挟んで、しばらく手を温めてから、そっと口の方へ持っていった。 キャラ子さんが低い声で尋ねた。美味しくてアズささんが目を伏せたままこっくりとうなずいた。やはり生きていてよかったわ。なんであるにしろ。そう言って飲みかけた茶碗を雪の上に置くと両手を顔へ当てて 激しく泣き出した。